どうも、こまちわんこ、すっころべいこです。仮面ライダーガッチャード、第23話の感想動画です。いや、まあね、今週の話が本当にダメだったら、まあ、リンで大好きチャンネルでもやろうかと思ったんですが、まあ、井上明子さんが書いた脚本自体はね、面白かったんで、普通に感想動画を作ろうと思います。ホームチェンジの流れはかなり雑だったとは思うんですけど、まあ、マジエドかっこよく、強く、まあ、アクションも良かったので、まあ、その辺は良かったのかなとは思います。ただね、 あの、ケミー多すぎる問題はやっぱりありますね。輪廻界でフォームチェンジみたいなことはできないんですかね、まあ、今週のそのフォータローとね、ズキュンパイアのやりとりを見ると、やっぱりフォータローとケミーがね、友情、絆を紡ぐ物語だから、番組のフォーマットが明らかに一人ライダーって感じのせいで、マジェイドがね、ただの添え物になってるのは気になるんですけど、 まあちゃんとライダー増やすっていうのは立ち上げ段階から本当に考えられていたんですかね、まあ、ケミーに対してのそのスタンスが違うホータ太郎とスパラのまあ関係性っていうのはその仮面ライダーバルバラと変身会でもねその第一部のその描写が生かされてて描かれてはいるんですけどまあリンネに関しては第一部の魅力が仮面ライダーになってしまったからなのか番組のテイストが変わったせいなのかはわかりませんが半減してるような気もするので 悲しいほどまともに描かれていない錬金術の部分で、宝太郎とリンネも、いわゆるその宝太郎とスパナみたいな対比する関係性があったのかもしれませんね。上級錬金術師の父親からの指輪の継承とか、まあ、オキティアルールを重んじるとか、今となってはね、特に生かされることもないであろう、リンネのことがね、その顔以外でも好きになるきっかけになる設定たちも、錬金術がもっとなんかちゃんとしてれば、 俺のリンネはもっと輝けたかもしれませんね。雑にライダー増やしたってね、その分個性が潰れるって、いい加減学んでほしい気はするんですけど、まあそこにね、1円も出さない僕がどれだけ嘆いたところで、売り上げという数字が出ている以上は続くんでしょうね。結果論とはいえ、例えばファイズの三原とか、ブレイダのムツキとかだって、 愛されるキャラクターになったんだから、みたいな感じだとしたら、リンネをその枠に入れるなよとも思いますし、リンネ大好きチャンネルを立ち上げようとした身としては、新フォーム会なのにリンネのメイン会でも何でもなかったのは、まあどうしても許せないところはあります。でもそのメイン会っていうところで言えば、そのまるでレンゲ界のような前回のあらすじ、ズキュンパイアとレンゲがガッチャンコーっていうね、まあ嘘ではないけど、 何の本質もついていないガッチャードっぽい予告は素直に笑いました。でも、レンゲちゃんのメイン会はマジでもうないんだろうな。でも、そういった部分もそうなんですけど、今週思ったことは、井上明子さんがね、すごく長谷川さんのノリに合わせて書いてるってことですかね。お父さんリスペクトなのかね、もともとそういう話を書くことだったのかはわかりませんが、井上都樹感というか、まあ公式ホームページのくっそ寒いね、ドン23話文言もあるので、 発注に合わせた脚本の書き方はしているとは思いますが、脚本家の腕が良かったので、幼稚小物のドンブラザードにはならずにね、その冒頭でも言いましたが、普通に面白い回になっていたと思います。錬金術に対しては、もうそういうもんってところで、ケミーの描写に注力するっていう長谷川さんのやり方を、ちゃんとね、井上明子さんはね、やっているように感じて、まあ、ケミーの捉え方やね、描き方は、多分これは世代なんでしょうね。特にホッパー版の扱いに関してはね、その、 ホビーアニメ的なやり方としてね、ポケモン以前、ポケモン以後みたいなものがね、出ていて、ガッチャードそのものがもっとちゃんとしていたら、メインライターではやらなそうな、でもこういう話も見てみたいよね、的な、めちゃくちゃいいサブライター回だったと思います。いやー、今週はマジで、錬金術がね、邪魔だったというよりは、錬金術がなかったからこそ見やすい回だったと思うんですよ。いわゆる長谷川脚本の文脈には、 ちゃんと設定されている錬金術っていうものがあるから、キャラクターの言動や描写の中にね、たまに、んってなる錬金術要素がね、出てきたりはするんですけど、井上明子さんは、まあ、そこを、まあ、ガンムシとまだ言わないかもしれないですけど、まあ、ガンムシしてるんですよ。それはね、もう正しいと思います。わかんねえもんを独自解釈で、これが錬金術だってやるくらいなら、ケミーをま、ポケモンにして、 大きくね、大きく話は動かさず、人間とケミーの共存っていう宝太郎の目的につながる話を書いてっていうところはちゃんと守って、まあ、次回はね、内田さんの回ですけど、メインライターが縦軸を動かす話にバトンを渡すっていう、 本当にサブライターの教科書みたいな話を書いていたと個人的には思います。だってズキュンパイアなんてさ、ケミーをどういう錬金術の研究で生み出したんだよとか、かなり突っ込みどころがあるじゃないですか、ぶっちゃけ。魔法使いの研究をしてたんならね、ヴァンパイアの研究もしてたに決まってんだろうって言われたらね、まあその通りではあるんですけど。でも今ふと思ったんですけど、 ズキュンパイアの能力っていうのは、心の栄養を得るために、その体の栄養を対価にしているっていう価格式があるんですかね。イケメンが嫌いな女も男もこの世には存在しないですしね。ああ、結構やっぱガッチャだったんだな。そう思うと。今回の話って。まあ錬金術の方程式は多分これは違うんですけど。だってこれ剥がれんっぽいもん。錬金術の方程式。まあそれはいいでしょう。ガンムシャしなかったんだな。 だだからやっっぱり方程式はあったんだそういうねその井上明子さんなりのね錬金術的な方程式があったとてまあ何が一番今回ねモヤモヤしたかっていうとまあズキュンパイアがね結構魅力的なやつであいつは錬金術とか関係なくポケモン的な面白さがね詰まってたケミーだったような気もするので錬金術ってね最初からいらなかったんじゃねっていうねでも太古の昔にカードに封印されていたケミーっていうモンスターが現代に解き放たれて それを捕獲するために仮面ライダーになるっていう話は、まあいろいろ言われるか。いやまあ別に個人的には、別に個人的にはモンスターと友情を深めるってところで差別化されるからいいとは思うんすけど、まあ設定ちょっと似てるだけで、 なんとか見たいって言ってくるおっさんおばさんが大量発生する世の中だから、錬金術っていう今までやってない要素を入れる必要はあったんですかねあくまでガッチャードを初めて見る子供に向きりゃいいんだし、それこそ前作でね、同じ多人数ライダーでバトルはだけど、 本質は全然違うよってやったんだから、気にする必要ないとは思うんすけどね。面白かったら正義なんだから。まあ、この辺は火事を取る人間がオタクだった弊害だったりはするんですかね。こんだけ作品がたくさんあって、ネタかぶりを気にしてもしゃあねえだろうとは思うんすけど、正直、井上明子さんが書いた脚本の方向で第1話からやってても、全然良かったかなってくらい面白かったんですよね。まあ、サブライターにどこまで求めてんだっていう話にもなってきますが、 決定的さがあるとすれば、まあさっきも言ったんですけど、長谷川さんの中にはあるであろう錬金術の設定が、井上明子さんの中にはなかったってくらいですかね。個人的にはやっぱりその長谷川さんの脚本の方が好きっていうのはあるので、これは個人の好みで脚本の優劣の話ではないんですけど、でもそんな僕でもやっぱり先週ね、正直めちゃくちゃ酷評はしたんですけど、 面白い回だったとは思うんですよ。脚本家監督におんぶに抱っこすぎる。制作体制が。 気に入らないだけではあるんですよね。長谷川さんにしても、内田さんにしても、まあ、井上さんにしても、もっと舵を取る人間がちゃんとしてたらなぁと思わされるくらい、一流を持て余してるくせに、プロデューサーの思想がダダ漏れで、それがノイズになってるのが、僕がどうしても今のガッチャードを素直に好きと言えない理由なんですよね。同じ無能であれば、作品の方向性に何も口出さないイエスマンの方が、 まシっていうレベルだと思うんですよ。無能な働き者が一番立ちが悪いとはよく言ったもんだと思います。まあ無能っていうのは言葉の綾ではありますけどね。もちろんね、ガッチャードでみんなとプロデューサーが引退するわけではないので、次につなげるために最初だから色々挑戦するっていうのは、 全てが悪いことだとは思いません。初っ端なから本編連動だ、仮面ライダー、レジェンドだ、やりたいこと盛りまくってるから、マジでガッチャード終わったら退社でもすんのかって思っちゃいますけど。まあ、それはそれで思い出作りしてんじゃねえってなるので、どっちにしてもムカつきはしますけど。例えに出すのもあれなんですけど、あの大森さんだって、最初は恐竜ジャーで手堅く言ってたのにね、いつかこういうことがやりたいみたいな自我を出すのは、何かね、手堅く作品を成功させてからじゃないとダメだろうとは思います。 まあ正直やりたいことはわかるっていうのは多分ね、同じオタクとしてシンパシーを感じている部分があって、そこが気に食わない部分なんだとも思います。やっぱり人は自分を見るのがね、不愉快な生き物ではありますから。だからまあさっきね、その言葉の矢で無能とは言ったんですけど、能力がない人ではないと思うんですよ。ただやっぱり考え方がちょっと良くない人なんだなっていうオタク寄りすぎるというか、そこさえ何とかしてくれれば別に多分面白い作品は、 仮面ライダーレジェンド見る限りでもできると思うんですよね。まあでも01、まあオタクは01できないですからね。そこをまず目指すっていうところにして欲しかったですね、ガッチャードは。やっぱり平成ライダーっぽいだけのものってなってるのはそのせいなんだろうなって思います。まあでも今週は井上明子さんが書いた話面白かったなと。ズキュンパイアはいいケビーだったなと思いながら。 いい気持ちで終わろうと思います。不平不満もそろそろ言い,い飽きてきたところもあるので、でも本当にズキュンパイヤは割と好きになりました。井上明子さんメインライターやってほしいですね。次のライダーとか、まあその次のライダーとかいつでもいいんで。いつかいいプロデューサーと巡り合えた井上明子さんがメインライターとして仮面ライダーもしくは戦隊を描く日を首を長くして待っていようと思います。待っていようと思えたそんな回だったかなと思います。 これからも特撮についての動画を出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。